今回は職場の師匠と、舞台地さんへお邪魔してきました。できた時から、がっつりって文字が気になっていたので、お邪魔できてよかったです。券売機で購入して、店員さんに渡すスタイルです。Twitter でお得な情報とかがあったりします。驚くことに、野菜、マシマシトッピングが無料らしいです。師匠に、この量は絶対に食えないよ、と言われ、やっちまったかなぁと思いながらも、スイッチが入り、二郎系のラーメンを食べるときは、もやしから攻めます。さすが、野菜マシマシ。迫力がすごい。野菜の茹で加減がいい感じで、シャキシャキ感が素晴らしいです。箸が止まらなくなります。マシマシ、すごすぎる。今まで、野菜増し、もやし、3袋とかは、経験あるんですけど、増し増しは未知の領域。麺がやっと出てきました。ここから。麺は中細麺で、もちっとした食感で、食べ応えがあって美味しいです。麺を 2.5 玉にしてよかったような気も。麺が進む、幸せな時間。さすが、合計 2.5 玉の麺。全くなくなる気配がありません。でも、スープのおかげで、まだまだ食べれそう。スープと麺の相性が抜群です。結構食べてるんですけど、なかなか麺がなくならない。師匠が食べきってるだけに焦る。こうなったら。
水を飲んで一息。スープの味に、豚一さんだけに、乳化している豚のエキスがたっぷり詰まった濃厚スープで、甘みがあって飲みやすいです。かなり満腹になってきました。野菜増し増しと麺 2.5 玉のボリュームはバルス。チャーシューを一切れいただきます。醤油の風味を感じるチャーシューで、噛み応えがあって、グッジョブ。チャーシュー最高。満腹状態なんですけど、テンション上がる。スープが染み込んだ野菜最高。師匠が言ってた、最初にチャーシューを食べるという理由が分かったような気がします。やっとの思いで、麺、野菜、チャーシューを食べきりました。美味しいスープいただきます。すごい満腹になりました。こんなにがっつり食べれて、お値段1050円というのは安すぎる感じがします。また、野菜増し増しのトッピングが無料ということに驚きました。がっつり食べる人には最高の場所という印象を持ちました。では、今回はこの辺りで失礼します。